公式バーチャル YouTuber テンハートです。ち、あなたの心にいるハート。はい、電撃プレイステーションさん公式化試験中のバーチャル YouTuber のいるハートことテンハートです。いや、今月もね、電撃プレイステーションさんの雑誌紹介やってきました。ではイルハートが華麗に3月28日に発売中の電撃プレイステーションさんを紹介していきます。でね、今回はね、もうすぐ春ということでですね、締めに俳句を兼ねて進行してほしいってことでね、なんか正直ね、さっきまでイルハートの俳句と川柳の違いもわからなかったんですけど、頑張っていきます。電撃のプレイステーション大好きだ。今週の表紙はこちら、じじ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 じゃーん、セキロシャドウズ・ザ・トワイズ。あ、そういうシステム、渋くてね、かっこいい表紙ですよね。なんですかね、なんかこう閉まってるような閉まってないような。そして今週まで勇者ネプチューヌ企画記事があります。じゃ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 ーん。今回は予約特典についてるダイナミックテーマにフィーチャー。実はね、全てを見ると一つの物語になるという大作らしいです。もちろんね、つなこママ書き下ろしの4コマとイラストもありますよ。コラムには久しぶりに五十嵐アシスタントプロデューサーが登場。誰だこいつ。つなこママ、今度一緒に焼肉を。まだまだ続くよ、ダイナミックに。ともかくね、それ以外にも勇者ネプチューヌのネプチューヌポインバージョン6分の1フィギュアも紹介。予約は3月31日までなので、急いで予約してくださいとのことです。そしてみんな期待のジャガ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 、今電撃プレイステーションで一番人気のあるコーナー、電パイルコーナーでは、イルハートがゲーム制作をコンパイルハートに頼む直談判トークが掲載。イルハートのね、知的な会話にかなりね、かなりしびれると思います。イルハート最近ね、ロイヤリティって言葉を覚えてね。これで攻めてやりましたよ。イルハートは、イルハートは、イルハートは賢いな、ご飯食べたから眠たいな。あとはなんかね、そうだ、つなこママがイラストを描いてるデュエットワーライブレンディストピアの最新情報もあります。つなこママファンはぜひぜひ見てください。あとは、なんとか姉妹の4コマとかね、そういうのもあるらしいですよ。電撃を発売日にみんなぜひ見てね。おお、綺麗に終わった。ともかくね、今月も電撃プレイステーションイルハートのみんな買ってください。バイバイ。3月30日の電撃ゲームフェス2019にイルハートがなんか出ます。いや、なんか具体的にどこで出るのかわからないんですけど、どこかに出るんでね、ぜひ3月30日は期待して
イルハートのみんなも見てください。で、なんかこんな曖昧な告知で本当に出るんですよね。なんかちょっとね、いまいち信用できない返事ですが、出るんでね。出ろ出ろ。